僕よりもまだあるんですけどね、一応。あ、はい、なんだろうね、心霊体験とか一切ない。怖いとこ行く？怖いとこ、廃墟が好きで廃墟に行ったことある。あ、でも全然なんかそういう系ないんだよね、はいはい、UFO とか見たことあるけど。そうなん？そういうのは結構信じてる人だけど。へえ。オカルト、まあ幽霊的な霊的現象っていうのは結構あんまり、うん、なんか出くわしてない、ね、ああ俺も信じてたわけじゃないですけどね。いや、見たことなかったからこそあるかもしれないよねっていう感じでは考えてはいましたけど。なんかそういう体験とかってどこで仕入れるのかなと思ってさ。仕入れる商品じゃないよ、商品じゃないからね、会話の中でさちょうどその時期本当に狂ったように回ってたんで、いろんな場所を、うん、ああなるほどね、県またいで行ったりとかもして、はいはいはい、俺は、まあ、ほっこりではないけど、その自分の北海道が母親の田舎なのよ、はい、でその北海道の方の、まあ、おじいちゃんが、はい、まあ、もう危篤だって言うんで、はい、そのもうある時危篤だって電話もらってから、もうその日の朝4時くらいだけど、もうすぐもう行こうっつって飛行機取って行って、もう中学生くらいの話、小中学生の話だから、はい、もう結構昔なんだけど、で行って、でまあどうにか死に目に遭えたわけよ、はい、うん、で亡くなりましたって言ってから、その時に結構いろいろ起きた。俺はね、なんかもうあんま覚えてないんだけど、周りはめっちゃ言ってて、あ、そうなんだみたいな。まあ俺が知ってる限り2つあって、で1つはあの、まあ、うちの母親が5人兄弟で、はい、でその真ん中なんだけど、でその1個下の妹の旦那さんが、まあ、家で待機してて、はい、でその母ちゃんの妹が、まあ、電話して亡くなった直後に、でその旦那さんに亡くなったんだけどって話をしようと思って電話しました。でガチャって出たら、あ、おじいちゃん亡くなったって、もうすごいすぐ向こうからリアクション返ってきて、なんで分かったのって言ったら、いやもう今ねピンポンってなって、そうであのガチャって開けたんだけど、1月の北海道、もう雪めっちゃ降ってる、でも足跡なんもない、はい、足跡なんもないのに、そう、足跡なんもないのにピンポンってなってガチャって開けて、あ、なんかおかしいなと思ったタイミングでプルルルってなった、うん、から、あ、おじいちゃんが最後の挨拶しに来てくれたんかなみたいなの、だからもう出た瞬間、おじいちゃん亡くなったってすぐ言ったと、うわ、っていうのが一つ、はい、で、まあ、おじいちゃん亡くなりました、で、まあいろいろ手続きするんで、で、まあ家族みんなでその実家の方に帰りました、車で帰りました、まあまあまあ当たり前だけど、まあまあ、じいちゃんが亡くなってショックだとはいえ、まあ普通に北海道、冬の北海道の車でさ、ちゃんと閉めるじゃん、そりゃ、はい、閉めとかないとえらいことになるのは分かってるから、みんなもちろん気をつけてる、では全部バチャ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 って全部ガチャッと閉めて、はい、こういったはずなのに、朝バッて出たら、その助手席かなか後ろの側のドアがちょっとだけ開いてた、だから、あ、おじいちゃんも一緒に帰ってきたんだ、おお、みたいな体験があって、すげえ、そうそうそう、あ、だからいるんだろうねみたいな風にうちの家族は結構信じてる人が多い、うーん、そうそう、まあだから俺が直接霊的な体験したっていうよりは、なんかうちの家族で一家でやってるから、あ、まあそうなのかなみたいな、ね、みたいなことあったね、うん、そう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 、まあ俺もなんかいるのかいないのかなんかよう分からんけど、はい、まあいたらいいなとは、はいはい、そういう意味で思ってて、なるほど、うん、見守っててねみたいなとこはあったりする。いや、まあそれならいいですけど、自分の場合間違いなく悪霊とかいたずらいたずらしに来た地獄霊とかそういう類ですそうだね。あとね、まあこれ全然話が、読んでてこれめっちゃ怖いなって話があって、でなんか、まあこれはもう、まあ分かんない、フィクションかどうか分からんけど、体験談を読んだってだけだから、まあ、なんか心霊スポット、もう君みたいなチュールみたいな心霊スポット巡り大好きな2人組がいたんだと、はい、で、まあ、A 君 B 君としましょう、はい、でもうチュールみたくいろんなとこ行き尽くして、で何も怖い体験せんと、はい、なんだよと、全然面白くないねと、
で、なんかある坂に行ったんだって。はい。そう。で、当時は、まあ、すごい昔っていうか、その、映るんですとかさ、まあ、インスタントカメラが主流の時代。そうですよね。で、俺も本当小学生くらいの時に読んでるからさ。はい。そうそう。で、まあ、坂を何往復かして、で、最後、証拠の写真撮りましょうっつって。はい。で、まあ、パシャパシャって撮って、まあ、なんもないねと。結局、なんもなかったね、なんて。はい、言ってたんだけど、なんかその時だけ 変にハイテンションっていうか気分が乗ってきちゃった。はい。なんかもうちょっとこの写真撮るの、もうせっかくだからフィルム使い切るまでなんかめっちゃ撮りまくろうぜっつって、でなんかもう、あ、お前撮ってやるよ、シャシッとってやって、はい、なんかね、謎にどんどんハイテンションになっていって、はい、もうなんかウエーとかドラーとか、そうそう、なんか ふざけまくって撮るみたいなのを続けたんだ。はい。普段そんなことないんだよ。なんかその時は気分がなんか高まっちゃって、はい、撮りよって。で、カシャッと撮り終わっちゃった。ああ、フィルムなくなったって言ったら、その瞬間スッて。あれ、なんでさっきまでこんなハイテンションだったの、なんかもう分からんなみたいな感じで、結局もう帰り道一言も二人とも喋らずに帰っていったの。そうそう。で、まあ、そんなことがありましたつって。で、まあちょっと時間経って、で、あの時の写真現像したんだけどっつって、で見てて、で、まあ、結局、まあ、見てもそのほとんどなんかハイテンションになって撮ってた時の写真ばっかで、はい、なんであんな時あんなテンションになったんだろうね、もうよくわかんないねとかって話してたら、1枚だけ変な写真があった。それがその A 君が B 君に馬乗りになって、はい、こうやってめちゃめちゃ殴りかかるんだ。でも顔もさっきのふざけだったらこういうんじゃなくて、はい、もう本当に殺してやろうみたいな、もう鬼の形相、そう、鬼の形相も鬼気迫る感じで、もぶっ殺してやるみたいな顔してこうやって投げかかろうって。で、いや、こんなん撮ったっけって。で、その後 A 君が言ってたら B 君気づいてる。あ、なんで俺たち二人でしか写真撮ってないのに二人とも写ってんの今ここ取り払ったっていう話が、まあ、あって、そう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 、だから結局誰が撮ったのか分からないねっていう話だ、うん、なんかさ、ごめんあたかも自分が体験したように話してる全然なんか読んだ話全然読んだ話全然読んだ話、うん、話なかったじゃん。いや、なんかあたかも自分が俺はずっと脳裏にあった前読んだだけなのになんかすげえ生きてる。なんてよ、そこはさ、話し方うまいねんよ。まるね、じゃあこれ俺が体験した話なんだけどって言ったら、じゃあちょっと信じた。だとしたらなんかちゃんとそうあのシチュエーションがで、うん、結構出てくるなと思って、全部読んだ話をさ、あたかも自分が体験したみたいな。お前よくないな、そういうのよくないよ、本当に。本当によくない。オチは怖かったでしょ。オチは結構良かったと思うよ。確かにと思って、俺もそこ、ハイテンションっていうとこ、ワードばっかり注目したから、そうそう、2人が映ってんの、誰が撮ったのみたいな、怖っみたいな、そう、それがめっちゃ怖かった。読んでる。読んでる。いや、やめてください、それ。今、ドア開いたぞ。ドア開いた。いや、やめてくれ、やめてくれ。入る。まず、会話に入る。ドア開いた。そう、隣の部屋の人も使ってるから。なるほど。あれを心霊現象でまとめたらすごい。ドアが開いて、開いたけど、何もなく、ガチャって開けたらもう誰もいない、真っ暗みたいな、それめっちゃ怖い。怖い。でもここちょっと雰囲気あるよね、正直。そうだね、ちょっと雰囲気ある。なんか薄暗いさ、はい、廊下の薄暗い電気がちょっと怖い。もしかしたら窓から誰か覗いていくかもしれない。あるね、ありうるね。ありうる。よくある怖い話あるある。あるある。ここ3階なのに誰かが歩いてたみたいな。みたいな。うん。そういう系で俺もう一個あってあるの？あるの？実はですね、その自分が行ったその心霊スポットの中でもう一個エピソードがありまして、はい、ちょうどその
先輩と一緒にドライブ行ってる時に、神奈川県の奥の方に、どっち方面とかね、ちょっと覚えてないんですけど、旧前場トンネルっていう、うん、まあ昔の前場トンネルっていうトンネルだったんですけど、それが新しいのができて、で、まあ、古くなったので、それが旧前場トンネルって言われてます。で、周りは結構そのなんていうか、トンネルの前後はラブホ街なんですね。こう賑やかな感じなんですけれども、使われてるんだ一応ホテルじゃ。そうなんですよ。ただもうそこのトンネルは誰も通らないみたいな感じで、本当にそこだけ雰囲気全然違うんです。うわみたいな感じ。もう一目瞭然。一目瞭然です。え、これかみたいな感じのところがありまして、そのずーっとこうゆっくり車で行ったんです。で、入った瞬間に自分寒気というか鳥肌が止まらなくなって、見た感じで最初は怖いねって、あ、怖そうですねって言ってたのに、入った瞬間にクッて寒くなって、でもガク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 って振り、あ、俺絶対後ろ振り向きたくないって、でまた出た瞬間にスッて消えたんですね。で、本当にそういうことってあるのかなって、でも自分がビビりだからこういうふうに震えちゃったのかなって思って、で、その自分が行った時とは別に、その先輩が別の人と一緒に行ったんですよ、うん、で、その人が実は結構女の子なんですけど、あの霊感がある人で、で、一緒にこう行って、で、そこで降りて、こうその旧前場トンネルをこうカツ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 こう歩いたりとかして、往復したのかな、で歩いたりして、で、結局何も起こらなかったんですよ。で、その先輩曰くで、戻ってきてバタンチューで、まあ、帰るか、何もなかったねみたいな話したら、そこになるか、めっちゃ笑いながら、先輩気づかなかったんですか、何それえって言って、いや、普通気づくでしょ、だって歩いてる時影3つありましたよ。おお、なるほど。2人で歩いて1、2、先輩の隣3、うわ、気づかなかったんですか、マジ、って急いでエンジンかけて、もう二度と行きたくないです。そうなんだ。二度と行きたくない心霊スポットのうちの一つです。